はい。おや。ほい。では、アキナイルへようこそ。はい。おや。裸じゃないよ、裸だよ。皆さんどうも、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、早速、いきなり始まりました。こちら、時々、本当に時々現れる日食イベントです。いきなり。日食イベント、ご存知ですか？え、あれ死んだよ。ちょっと待って。で死んだ。バンパイマジっすよ。日食イベントって言って、すっごい簡単に言うと、空、太陽見えますか？ちょっと上に上がってみたらわかると思うんですけど。あ、死んだ。本当は太陽だ。あ、なんかガンガン死んでるんですけど。バンパイアとか言ってる。なんだっけ、なんか、ダイヤモンドリングだっけ、なんかそんな感じのあるじゃないですか。知ってますか？はい、あ、見えた。見えます。太陽がなんか、ちょっと、なんか円を描いてるっていうか、丸っこくなってるの分かります？分かります、分かります。金環日食みたいな感じ。そうですね、金環日食です。要は日食です。本当に。日食。もう早いんですけど、正直言うと。こちらが日食イベントって言って、本当に要は夜が明けた時にごく稀に発生するイベントでして、この、特有のモブが出てくる。要は、ブラッドムーンのハード版みたいな感じです。なんとかの獣。はい。ただ、難易度的には、ブラッドムーンの火じゃないです。取り憑かれたもの。なんか、しょっぱなから2回ぐらい死にましたよ。はい。本当にちょっといい加減にしてほしいものです。ああ、ちょっと前に一人で、ちょっと裏作業しようと思ってやってたら、ちなみに今、裏作業で手に入れた、染色じゃない、染料をひたすら入れまくっております。フランケンシュタイン。こういうのをゲットしようとしてたら、なんかもうたくさんいろんなのが出てきまして。もう日食がスタートしたって思った瞬間に、あ、これはもう、裸でやるしかないって思って。もうひたすらこっち。か、地味にスライムが降ってるな。スライムが降ってて。お、日食特有の、アイテムとかがドロップするんで。とか、あと、装飾品とか。日食でゲットできるアイテムとか、装飾品はすごい強いんですよ。はい。本当に強いものが多くて。ただ、メカニカルボスまだ1体しか倒してないので、そこまでたくさん種類は出てないのかな。多分、今のところレアだとしたら、ヴァンパイアの翼あたりがレアだと思います。ほう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 。壊れた、なんだっけ、破れたコウモリの翼って言って、まあなんか、ヴァンパイアの翼なんですよ。なんだ、なんか出てきた、キングスライム。何？いや、ほんとお呼びじゃないわ。入ってほしい。ちょっと死んじゃうんですけど。いや、まあ、キングスライムぐらいだったら大丈夫ですよ。てか、ほんとにどこにいるんだろう、キングスライム。行った！どこ？おー、ちょ、びっくりしたわ、もう。ほんとさ、ビビらせたよな。あ、余裕ですね。そうですね。クソ雑魚ですね。あ、キングスライムのマスク。あ、もう本当に。結構無理たい。冗談抜きで、ヴァンパイアマジ強いんで気をつけてください。はい。なんか今更ですけど、やっぱ染料ちゃんとやると綺麗ですね。深海のバケモン。なんか今、音声が。あ、音声また飛びました？飛ばした。よくあるなぁ、ほんと。やべ、なんかめっちゃたくさんいるやん。あれ。うわぁ、葉っぱして、ここに。今、雲がそこで頑張ってます。あぁ、わぁ、なんかガッ。ハムさん、ダイダロストームは地上じゃないとなかなか効果を発揮してくれない。ハムさん死にかけや。落ちてる。ちょっと飛ぼう。イベントに、なんだ、リッパーだったかな？レイスって言うじゃないですか。はい。はい。レイスの、なんか、日食限定レイスみたいな感じの、なんかでかくなったレイスみたいな感じのが出てくるんですよ。そこからゲットできる死神の鎌っていう武器がすごい強かったりします。今、カズボウさんが使ってる武器の。ちょっとヴァンパイア怖いんですけど。今そのカズボウさんが使ってる。あ、ゲットしました？はい。おー。
それ多分今、レアですね。よいしょ。死ぬ。ちょっとやめて。これは死んだ。これは死んだって。やめて。飛んで逃げる。つか、ヴァンパイアの HP750 ですよ。ダメ。それ。普通になんかヴァンパイア HP 高っ。ヴァンパイア3体であの大体多分キングスライムと同じくらいなんですけど。難しいよ。ゴブリン軍団も呼んでみたいな。ん？よし、戦う場所に行きましょう。今すぐに。カズボウさん。はい、はい。これフロストブレードっていう何でしょうか。ダメです。マジですか。逃げました。はい。とりあえず今渡したフロストブレードは昔アイスブレードっていうのがあったかな？あったかもしれないですけど、それのハードモード版で雪山のミミックってやつからゲットできるやつです。ほう。なんか敵出てくんですか？出てきます。ほぼ間違いなく。これでいけます？どうでしょう。もしあれだったら守りのポーションとか持ってきます、すぐに。あ、なんか出てきた。はい、ということで VS スケルトンタイムスタート。来たいきなりだけど、なんかちょっともう画面おかしくなった。ちょっと待って。あ、どうなってんの？これはやばい。画面黄色い。黄色く俺がしてます。こちらゴールデンシャワーって言ってあれなんですね。なんだっけ、イコルっていう。やばい、画面サイズ間違えた。パパやってもしょ。ちょっと装備を変えた方がいい。ちょっと間違えちゃった。何食らったの？ボム？嘘でしょ。嘘。おかえり。帰って。ああ、テラリアの画像、画面サイズがめちゃめちゃぐちゃぐちゃになっている。なんてこった。なんかおかしくなったんですよ、私もそれで。間違えて上の方が小さくなって、なんかわけわからなくなった。唐突に小さくなった上に、しかももっと言えば、あれです。ダース死んでる。暗い。それがゴールデンシャワーって言って、防御力を20下げるんですね、相手の。相手の防御力を20下げる霊気を射殺するっていう魔法武器です。はい、クリスタルストーム。戦えてる感。あ、もうハナスさん全然ガンガン使っていいですよ。セナリアボスのためにあるんです。セナリア、やばい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 、心臓やばい。はい、これはゴールデンシャワーで守備力下げんとかいいかな。やばい。あ、またおかしかった。もうちょっと、はい、画面。危ね。大丈夫か。危ない。死んじゃう。よいしょ。手があと1本。はい、よし、壊れた。あと頭だけです。バカ。危ない。あー、死ぬ。やばい。おー、いいダメージ。いける。これいける。また。大丈夫ですか、花さん。落ち着いて。よし、どうか。暗い。しびれかける。もうちょっとです。はい。もうちょっと。暗い。よし、倒したー。よっしゃー、お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、倒しましたね。なんか急にボスじゃねえ、ザコども。はい、スケルトロンプライム行きましたね。ザコに対して絨毯爆撃をかますっていう。
かわいそう。腹いせ。よーし、ということで、本当は正直俺これ、呼んで戦おうと思ってたんですよ。ちょっとまさかのラッキー。ロバスに出てきちゃった。いや、なかなか戦えますね。ねえ。はい。ああ、画面が、画面サイズがガチャガチャになってしまって、これ動画どうしよう。ああ、ちょっときついですね。もう一回ですか。いいでしょ。っていうか、マスクが出てないよ。まだ持ち帰りますよ。あ、そっか、マスク。はい。いや、もうなんならあれですもん。デストロイヤーだってまだやらなきゃ。おー。裸じゃないよ。裸だよ。裸だよ。ここに来て。スケルトロンプライム倒しましたね。倒しましたね。倒せちゃいましたね。次回は何狩りでしょうか。そうですね、順当にいけばメカニカルボスの最後の一体ツインズを倒したいなと思っていますが、先にどうしようかな。マスク集めかもしれませんね。なるほど、そんな感じです。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。